おはようございます、こんにちは、こんばんは、アフリカ続きをやっていきましょう。はい、前回はね、一匹狼みたいなイボイノシシと、あとフンコロガシをね、探して、撮影したわけですけども、本当ね、ここ最近ね、いわゆる攻略情報に頼りまくってるっていう状況がね、ちょっと、あるんですけども、結局のところね、どこにいるのかがわからないっていうね、ヒントとかがあればいいんだけど、なかなかね、そういうヒントもあまりないし、昨日のっていうか前回のイボイノシシはちゃんとドゥーマ草原にいるっていう話だったから、ドゥーマ草原のどこら辺か、ついでに言うと、そのイボイノシシも実物自体は見たことはあるから、だからすぐにというか、分かるものじゃ分かるのはあるんだけど、フンコロガシに関してはね、結局場所もちょっとね、どこにいるとか書いてないし、結局ドゥーマ草原じゃない、キワンジャ平原のあんな隅っこで、あんな小さな生き物をね、見つけられるかって言われると、かなりね、無理があると思うんですよ。だからね、とりあえず攻略情報に頼らざるを得ないっていう状況が現時点であって、なかなかね、そこがもしかしたらこのゲームの知名度が低い、知名度の低さというか、こういうとあれ、あんまりゲームを別に批判してるわけではないんですけど、実際アフリカっていうゲーム自体、お店で見るまでは聞いたこともなかったですし、でパッケージもね、アフリカの草原の、自然を満喫しようみたいな感じしか書いてないから、どういったゲームなのかっていうのもよく分からなかったし、実際やってみたらね、カメラを撮影していくっていうゲームだったみたいな、おまけにその攻略情報に関してもね、結構1人2人が書いてるからなのかよくわからないんですが、結構ね、ガセ情報が多いんですよね。ちゃんとした攻略情報は全くないっていうのがすごく気にはなってて、だから一応攻略情報も3分の2くらいは一応あれにはなってるんだけど、攻略の鍵にはなってるんだけど、残り3分の1がね、なかなかそのガセ情報が混ざってるっていうのがね、ちょっと痛いよね。とりあえずやっていくしかないから、やっていきたいと思います。最後の最後までね、一応エンディングは見たいからね。じゃあとりあえず今日はね、これを、キューボドキュメンタリーのイメージカットワイルドライフ TV、我が社は今全世界に配信するドキュメンタリーアフリカを作成しています。サバンナシマウマやオクロヌーの群れが疾走する姿を宣伝写真としては大々的に使いたいんですが、ぜひエリック・ウェドさんにお願いしたいです。
今回のドキュメンタリーは、動物たちが主人公なので宣伝写真のテーマも群れの中から見た動物です。よろしくです。なんで映像で撮らないかねワイルドライフ TV ってことは映像でしょう、うん、普通は写真、宣伝写真と、あ、でも宣伝写真ってことはなんかポスターとかに使うっていうそういう感じの話なのかな。まあそれだったら、うん、なんとなくわかるよね。元、うん、テレビ局勤務の人間としてはね、失踪している動物の群れの写真か。まずはシマウマやヌーの群れを探しましょうか。群れが見つかったら運転を変わりましょう。エリック上田は撮影をお願いね。よっしゃ、行こうぜアンナさん。ジェームスがね、本当出てこなくてね。どこ行ったんだろう。もう。さて、今日はどんな出会いがあるでしょう。まあ、失踪する動物の群れの中からってことだったからね、どんな写真で撮ればいいんだろう。群れの中から40平米まで行ってみましょう。はーい、じゃあ出発しまーす。相変わらずこの人は何だろう、変な動物の感じようだ。この車もだいぶボロボロになってるだろうけど、というかもともとこれはレンタカーとかなのかな。買ったってことはないと思うけど、あ、でもどうなんだろう。車体の色を、まあ、塗り替えられるから、さすがにそれはレンタカーでやるのはまずいと思うから、もしかしたらこれ、エリック上田たちの私物というか、うん、それか会社から支給されたものなのかもしれないね。うん、いわゆる社用車、うん、どっちなんだろう。でも社用車を勝手に色塗り替えるっていうのもダメだと思うから、やっぱりエリック上田たちの私物なのかもしれないね。はあ。なんだろう、スピーカーとかつけてさ、音楽とか流したいよね。うん。なんだっけ、クラシック曲とか流すとさ、なんかすごくよくない？トゥトゥルトゥ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 ルトゥ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 ルトゥ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 ルトゥみたいな。いやー、どこの暴走族だよって。そうさな。でれれ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 れとかね。それはクラシックじゃないか。お？早速？早いね。さて。マサイツリーの近くにね。シマウマの群れが集まってるわ。おお、車で群れに近づきたいわね。エリック上田、車の運転を任せてもらえる？やだやだそう、無理か。失踪するシマウマの群れを撮影せよ。ニックゲームナンバー13。よっしゃ、行くぜ。ちょっと待ってね。カメラで、さすがに375だとあれだから218、うん、
これだったら万能だからどっちでもいける。あんまりズームしすぎるとまずいかもしれないからね。引きの絵が撮れなくなっちゃうから。おお、いいね、いいね。おお、走る走る走る、俺たち流れる汗をそのままに。ハハハハ、楽しい。おお、こっちもいいじゃん、いいじゃん。露出補正は大丈夫。よし、よし、いいぞ、いいぞ、いいぞ。走れ走れ。おお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 、アンナさんどう？え、ん？ダチョウ？まさかね、ダチョウも巻き込んでいかないよね。え？え？うそ。あ、ダチョウ巻き込まないか。ダチョウも一緒に走るも面白かったのにね。ダダ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 ダみたいな。あ、いいね。すっげえ気持ちよさそう。ああ。良さげっちゃ良さげだね。今回はいいんじゃない？まあ、もうちょっとね、シマウマやヌーと一緒に走れるなんて最高だったわ。うん、絶対楽しいと思う。なんだか群れと一つになれた気がするわね。うん、バイクで走ってみたいよね。まあ車もいいけど。いやー、今回は結構面白かったね。さて、じゃあ一旦戻って、おう、何かいたりする？これシマウマか。シマウマの子供じゃん。てかあれ？インパラかな。シマウマの子供って取ったっけ？他に何かいたりするかな。いや、本当ね、こういう自然とかね、いいよね。仕事とかじゃなければ、エリック・エダたちもね、旅行とかだったら、あれなんだろうけど、でもどうなんだろう。写真が好きなら、まあ、いいね。エリック・エダたちもこれが楽しいかな。今の自分もね、現時点で自分の状況に満足してるわけじゃないかな。自分の好きなことをして生きていきたいですね。よく仕事は辛いものだなんて言うけどね、絶対そんなことはないと思うんだよ。どっかにね、もう自分の本当に理想とする仕事っていうのは絶対あると思う。ハロー、なんかいい情報ない？動物探してるのか、何探してる？サバンナシマウマ？
その辺りで見たサバンナシマウマ近くにいると思う。サバンナシマウマあちこちいるからね。おう、ノー、そうか、わかった。何歳くらいなんだろうね、この人。青年って言ってたけど、ベースキャンこれで戻った方が早いか。エンドサファリ時間短縮現時点でね、あーもう埋まっちゃってるのか。そうだな、チェックチェックチェック、いやこれは取っておこう、これも何か、スパイダーマン、はあ、これは取っておきたいね。これもいいや。ここら辺、エリック・ウェダのおちゃらけた感じの写真があれば、まあいいか。ここら辺いらねえな。これはなんだ。ああ、あの鳥か。サイの喧嘩もね、まあいいか。っていうか、200枚しか写真が保存できないっていうのもちょっとね、あれ、微妙っちゃ微妙だよね。ディクディクか、懐かしいな。懐かダチョウ、ダチョウ。いやーってやつね。ウォーターバックに、ここら辺取っておこう。これ水牛の赤ちゃんか。はあ。これは？これはなんだ。遠くて見えないな。いや取っておこう。これ、これは取っておく。カメ、カメ、リカオン、リカオン、これはあれか、ジャッカルか。バブーンもね、いらねえか。これもなし。センサンコ、センサンコは一匹だけ、一個だけ、一枚だけ取っておこう。これもいらない、いらない。これカメレオンか。カメレオンね、カメレオンも一応1枚だけ取っておこう。イボイノシシ、ここのイボイノシシ、うん、転がし大変だったなこれも。ここら辺でいいか。水牛の赤ちゃん、これちょっと取っておこうか。これで削除、これを削除する。 OK、 OK。 じゃあこれで取り込み、選んだ写真を撮る。全てにチェックして、取り込み、 OK、 OK。いいよいいよ、 OK、 OK、 OK。 それじゃあ E メールでイメージカット、いやベストショット。他にはここら辺とかもいいけどね。奥がぼやけてる感じがこう
遠くからドドドドドって来てる感じがしていいと思うんだけど、まあベストショットがこれならまあいいや。マーベラス、マーベラス、マーベラス。うん、よし、オッケー、オッケー。シマウマの赤ちゃんって、だ？お、サンダさん、うん、オッケー、オッケー。やっぱり来てなかったか。ということは水。赤ちゃん系多いね、やっぱり。カメレオンは？あ、送ってあるか。他に赤ちゃん系って何かやったっけ？特にないか。OK、じゃあ、送信はやめる。ベージュに変えてあるじゃん。まあ、とりあえず、一回休んで、次の依頼が何かないか確認しておきましょう。うん、よし。来てるとは思うけど、どれくらい来てるかな。お、一枚しかない。いや、一つしかない。一つ、一通か。メールは一通だね。うん、無邪気な赤ちゃん。ハロー、エリック・ウェダー。あ、ライオンの赤ちゃんって無邪気よね。好奇心にあふれた彼らの顔を撮ってこれないかしら。ほら、あなたが使ってる面白カメラなんだっけ、 RC カム、あれでライオンの赤ちゃんに接近したらどんな顔をするのか知りたいのよね。あー、なるほどね。 RC カムで赤ちゃんに接近か。行ってみる、このまま。うん、ついでなのでね、まだ時間あるし。RC カムならライオンの赤ちゃんの目線で写真が撮れそうね。ライオンのプライドがよく来る場所に行ってみましょう。近くには親ライオンもいるでしょう、ね、いるでしょうね。気をつけないと。よし、ってことはやっぱりあそこか、あのキワンジャ平原か。うん、さて、まあね、どん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 ミッションをこなしていかないと。いや、はあ、まあ、世の中ね、もう まだ木曜日ですよ。ようやく明日まで頑張ればって思ったんだけど、明日まで頑張ればっていう言葉はまだ希望ではないんだよ。まだ絶望ではない、明日があるっていう。欲しいかな、あんまり言葉的にはよろしくないかもしれない。まあね、休みの 何がいいか、自分の自由にできることがいい。うん、だから仕事ってさ、なんだろう、他人の言うことをさ、ぐち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 聞かないといけないじゃん。まあ、目上だったり、お客さんだったりさ。でも、よくよく考えるとさ、うん、なんで言うこと聞かないといけないのっていう話もあるんだけど、まあ、会社、
仕事だからって言われたらあれなんだけど、あの、なんだろうね、言うこと聞かなくても、まあ、会社の利になることってさ、あると思うんだよ。うん。まあ、こういう言い方も本当に良くないのかもしれないけど、愚痴ばっかりで申し訳ない。そうだな。まあ、明日、で、あさって、しあさってかな？友達たちとちょっとね、今年最後のサバゲーに行ってこようかなと思ってるんで、ちょっと楽しみ。まあ、余裕ができたらね、自分の持ってる、あの、電動ガンをね、ちょっとカスタムしてあげたいなとは思ってるんだけど。うん。ハンドガンの方はね、まあ自分二丁持ちやってるんですよ。まあ二丁拳銃ではなくて、一方はあの、まあ、サブマシンガンになるのかな？サブマシン、うん。あれはライフルではないよな。まあ、ライフルとサブマシンガンの間みたいな感じの銃と、まあハンドガンを、まあ二丁持って、サバゲーやってるんですけど、まあ、ハンドガンの方はね、ある程度はカスタムしてあるんだけど、ライフルの方はね、まだあのダッドサイトっていうような何て言うんだろう、スコープとはまた違ったあの照準器みたいなものを載せてはいるんだけど、それだけなんだよね。ああ、だからね、ちょっとね、せっかくだから内部カスタムちょっとやってみたいなと思ってるんだけど、いかんせんライフル系、ライフルだったり長物のカスタムパーツになるとね、ちょっとね、やっぱりカスタムパーツでも値段が高くなるから、とかも前なんかすごくない？なんで芝を持った女王のやつに出てくるの？何で？だねえよ、出た。だねえよ。よし。かわいい。こっち見てる。親がこっち見てる。なんか眠そうな目してるな。よし、それじゃあ、RC 株、行ってみましょう。猫ってさ、でも動くもの好きだからね。ラジコンカーとかでも確かなんか結構攻撃とか仕掛けてくるみたいな。コライオンはどこいるかな。カメラにはそんなにあれはないのかな。こっちおいでよ、遊ぼうよ。隠れすぎでしょ。おっとっと、どうしようか。あの子がいいな。その前に普通ノーマルカメラでも撮っておこう。300mm結果得て、なんか赤ちゃんじゃない、子供だけじゃなくて赤ちゃんいなかった今。なんか中くらいのとちっちゃいのといたよね。ほらほら、
えらいちっちゃいやつがいるよね。これが子供なのかな。子供と赤ちゃんっていうか、エリック上田さ、どこ向けてる。ああ、よかったよかった。ゴー行け、エリック上田号。あんまり近寄ると逃げちゃうのかな。今すげえ押されてたけど、うん、いいかわいい、いて、うん、かわいい、よしよしよし、すげえじゃれてる、じゃれてるっていうか、うん、うん、なんだろう。いてててて、おお、おお、お、うわ。さっきの子はどこ行った？あの元気な子。ああ。逃げちゃったね。残念。曲がれ。え？なんだ？なんか変な鳴き声。なんだろう。こんなもんか。まあじゃあじゃあこんなもんでいいか。さっきのジャンプとかね、可愛かったけどね、ちょっとタックルされてる間は撮影ができないな。写真を取り込みます。 OKOK、 チェキに赤ちゃん、すごいツンツンしてる。エクセレント、マーベラス、マーベラス、エクセレント、うん、まあいい感じだね。よし、それじゃあもう一度、浴場まで休んで、次はどんなあの依頼が来てるか。さて、うん、第2回フォトコンテストの開催、フォトコンテスト開催のお知らせ、写真をワイルドフォトコンテスト事務局、写真を愛する皆様にお知らせです。大自然と動物を対象としたワイルドフォトコンテストを開催します、いたします。第2回のテーマはヒョウです。ヒョウが写っている写真でしたらどんなものでも構いません。皆様の素晴らしい作品をお待ちしております。ほう、ヒョウか、前撮ってたよね。ヒョウどこいたっけ。命がけで撮ってきて。カヤ・アイズナ、ハロー、エリック・ウェダー。自動車メーカーから撮影依頼が来たわよ。ただし危険、かなり危険な依頼、危険な仕事だけど、突進してくるアフリカゾウの写真を撮ってきてほしいの。あとロケーションはチョロア峡谷でお願いね。なんでもあなたが撮ったゾウの水浴びの写真を見て、その風景が気に入ったらしいわ。よかったわね。広告エージェントか。恐ろしいこと言ってくるやつだな。まあ、そうだな。
それくらいしないとカメラマンって食っていけないのかもしれないね。うん。なんだろう、またこれも仕事、まあ、前の会社の愚痴だからあんまり言いたくはないんだけど、なんあの、うん、正直ね、自分が知る限りプロのカメラマンを名乗ってる、まあ、自分が会った日、会ったっていうか、まあ、うん、見てきたそのプロのカメラマンでね、写真のカメラマンではあんまりね、ろくな人がいなかったんだよね。うん、で前のその写真屋の社長もね、なんだろう、写真で食っていけないからもう、あの、もう使えるものは何でも使うしかないっていう、まあ一応ね、言ってること、言わんとしてることは分かるんだけど、だからってあの、うん、一度使ったゴミまであの再利用するみたいな、うん、お客さんの前でそのなんだろう、写真じゃないんだけど、なんか別のね、別件であの模型を作ってほしいっていう依頼が来てたらしくて、その模型のケースがちょっとね、あの、まあ、あんまりよろしくなかったっていうことで、ちょっとここをあの少し改良してくださいっていう お客さんの依頼が来たんだけど、その時にね、そこら辺に落ちてたゴミを使ってね、あのお客さんの前でですよ、あのその修正というか、まあ、うん、手を加え始めたんですよ。うん、そんな感じのね、まあ、あのやり方をするから本当に儲からないんだなっていう、まあ儲からないっていうか、まあね、だったら別あのそこまで儲からないからあの我慢しないといけないみたいな、そういう考えなんだったら写真屋やめてしまえばいいんですよ。正直言うとあの人たちは、うん、まあね、昔のことをぐちぐち言っても仕方がないんで、今日はここら辺で終わりにしたいと思います。じゃあ次回、まあ、どっちかな、表でもいいし、まあどっちか撮っていきたいと思います。それではお疲れ様でした。